ってなんか結婚さする時ってさ、婚約届けみたいな書く時って証人の人って絶対いるんですか？なんか今気になったから聞くんです。なんかさ、証人になってもらいましたみたいな、よくテレビとかでさ聞くじゃん。絶対いる？いるの？二人いるの？二人もいるの？証人の人？じゃあ誰？もしさ、そんな友達とかさあんまりいなかったらどうなるわけ？誰でもいいの？道端の人でもいいの？誰でもいいし、諸子、親とか上司とか。証人になっても何もメリットデメリットないから本当に誰でもいい。何のための証人なんですか？じゃあ、一応、そうなんだ。昔の習慣。なるほどね。皆さんは証人は誰にやってもらったんですか？結婚したことないよ。結婚まだなんですが、何の話？やめて。何言ってるのかわからんだって。みんな、皆さん、大丈夫ですか？まあまあ大丈夫です。うん。これはハラスメントの一つだから気をつけてなって、ごめんなさい。申し訳ありません。申し訳ない。もう二度としないこれ。もう二度とこの話題出しません。二度とこの話題出さない。うん。時間ないから今日は早く終わりにしてやって。誰やねん。マジで。誰？時間ないから今日は早く終わりにして。誰？マジで。誰？マジで誰ですか？あなた誰？すいませんけど、誰？親？ちょっと そっちの都合に合わせらんないですわ。私の、配信なんで、誰？誰？ってちょっと思っちゃったけど、いい意味で思った。いい意味で思ったよ。うん。